小田氏の絵は、日本の歌人、平和運動家。本名は、小田氏の絵。広島県秋群ネ田島村ーザ秋月出身。広島市への原子爆弾投下による被爆者の一人。被爆経験を読んだ多数の短歌により、原爆歌人として知られており、中でも、原爆批判に対する厳しい統制下で出版された歌集、三毛が原爆文献中でも、 随一の気候本として知られている。弟に経済学者の正田誠一、またいとこに作家の国母ひ一しがいる。1910年に誕生。1920年に広島市に転居。広島市大手町小学校を卒業後、旧西秋高等女学校に編入。浄土新宿が盛んな広島において同学校は、 新州秋婦人会が母体となって設立されており、後に、しのいだの読む歌に、仏教思想を背景とした語句が多く用いられるなど、彼女の人生観に大きな影響を与えた。学校卒業後は、父の仕事を手伝う傍ら、1929年頃より、短歌し短歌史上主義、コーランに投稿を始め、短歌史上主義主催者である、杉浦スイコラに指示した。 1931年に結婚して一子を儲けるが、1940年に夫と死別した。1945年8月6日、広島市への原子爆弾投下の際、爆心地から1 5トルの距離にあった広島市、中区平野町の自宅で被爆。1946年、被爆当時の情景、自らの体験、親戚、知人、友人たちの悲惨な被爆の様子を、 数々の短歌に読んだ。死の杉浦水子は、被爆の情景をリアルに描写したそれらの短歌を認め、自作の歌詞、不死鳥7号に、原子爆弾と題して39首を発表した。1947年、不死鳥掲載の歌を原歌とした歌集、三元を国費に出版。連合国軍最高司令官総司令部の検閲を受けず、手渡しで、親類や自陣に配布された。 この際、弟の聖一はかつて自分の論文について、アメリカ陸軍防御用部隊の厳しい取り調べを受けた過去があるため、原爆の歌集などを出版すれば死刑は免れないと忠告したが、死の枝の出版の意思は固かった。GHQ の検閲を恐れて、印刷を引き受ける印刷所がなかったため、印刷は広島刑務所で行われた。同刑務所の印刷主任を務めていた。 司法議官、中丸ただ思う歌の内容を見て、驚き、マッカーサー司令部に知れたら殺されると忠告したものの、忍いだの熱意に負けて、出版を引き受け、一般には反復せずに被爆者にのみ秘密裏に配布という条件のもと、150部のみ印刷された。後に出版される、耳鳴りの手記にも、GHQ の検閲が厳しく、発見されれば、 必ず死刑と言われたが、死刑覚悟で出版したとの記述がある。私生活では1948年に再婚して、次男を設けるが、同年に次男を夫に託して離婚。1952年、前年に死去した父の治療費や生活費のために、割烹旅館を開業した。1953年、原爆障害調査委員会の検査により、癌の兆候が確認され、 数年後には、原爆症の後遺症が現れ、原爆病院へ入退院を繰り返すみとなった。この頃より、篠枝の歌は、後日の仮染めの貧血症なれば、吉原爆症と呼ばれたくなしのように、自身の病気の方向へと内向していった。1959年には病身に無知を打ち、第5回原水爆禁止世界大会に参加。栗原貞子、前田富子らと共に、 原水爆禁止広島母の会を結成し、1961年から帰還し、広島の川を発刊を開始。同志第1号には、篠の枝は、私の苦悩と石爆と題し、平和を望むという当然の行為が伏別されていることを苦悩する文章を寄せている。しかし1963年の原水爆禁止世界大会の内部分裂の影響を受け、 死の枝たちの会も組織分裂を起こし、死の枝は苦悩の日々を送ることとなった。1962年、三家の再録及びその後の新作をまとめた、耳鳴りが待望の出版。岩波書店やちくま書房に断られ続けた末、平凡社からの出版であった。短歌以外にも、詩、手記、童話で構成されており、原爆の恐怖と悲しみを子供に伝えるために表した。童話。 ピカッコちゃんや、被爆後のシノエダの生活と闘病の記録も盛り込まれた。1963年、九州大学病院での検査により、乳がんにより来春までの命と宣告された。同大学経済学部の教授を務めていた弟の聖一は泣きながら余命を告げ、手術と入院治療を進めたが、シノエダは広島へ帰り、創作活動を続行した。シノエダと同じく、 杉浦水子に指示した歌人の月尾巣子から、彼女の住む東京都で当時行われていた、ハスミワクチンによる治療法を教えられ、同年に東京へ転居。東京滞在時、韓国を通じて、歴史学者の中村隆也と出会い、徳川家康が1日に一万の名号を書くことを日課としていたという話を聞き感銘を受け、原水爆禁止の祈りと、広島。 長崎の原爆犠牲者の慰霊のために名号を書くことを日課とした。同年12月、家庭の事情などで帰郷宣告された余命を過ぎてもなお生き続け、乳願宣告から2年後の1965年1月には30万の名号を書き終えた。名号上就後の死の枝は生根付き果て、筆を持つ力すらなかったという。同年4月25日、 一心に名号を書き続ける篠枝の姿が NHK である人生耳鳴りと題して放映され多くの視聴者に感動を与えた。広島の被爆20周年にあたる同年、広島市集編参委員会による全国からの死の募集に際し、篠枝は前述の原水爆禁止広島母の会の内部分裂に憤りと悲しみをぶつけた死罪人を病魔と戦いながら応募した。 ガンが全身に転移して激痛に襲われても病床に仰向けになったまま髪を板に固定し忘れてはならないことを書き留めていた。同1965年6月15日乳ガンと白血病により平野町の自宅で死去。満54歳胞打翌月広島県市人協会より刊行された広島市州に前日の死、在人が掲載され移行となった。 前述の同門の歌人、月尾菅子は、親友でもあった。晩年に、余命わずかと宣告された死の枝を気遣って、東京に招いた際は、東京での滞在先となる住まいや、死の枝の住む広島からの交通費で菅子が負担した、ことから、その友情の深さが忍ばれる。滑網旅館経営時の旅館客の一人に、原爆刺繍、女で知られる詩人、峠三吉がいた。峠は、 篠枝の作品集の出版のために出版社に掛け合うなど深い交流があり、峠が原爆に関する詩を多く作ったことには篠枝の影響があると見る向きもある。峠は1953年2月に国立広島療養所での手術中に死去したが、手術決定時、篠枝は峠に手術をやめるよう懇願したといい、峠が病院へ立つ際には篠枝は 広島駅で峠を見送り、峠の実を案じる歌を読んでいる。広島の郷土文学保全のための、広島文学資料保全の会の代表を務めた、作家、小浦千穂子は、峠三吉主催のサークルの一員であった縁で1962年に、篠枝と出会い、後に信仰を持つことになった。同年出版された篠枝の、耳鳴りが400部著社会取りの出版で、篠枝がその代金を、 出版社に支払わなければならないことを知ると、チホコがそれらを売る役を請け負い、400部を引き取った。とはいえチホコに、可能なことは勤務先の同僚に売ったり、古本屋に販売を依頼する程度だったが、古本屋の店主からは、この作品は後に価値が出るので売り急ぐべきではないと言われたという。晩年には NHK での放映を契機に、交友うう関係も広がったが、 篠枝は創作活動の時間が減ることも顧りず、生活時間のほとんどをそうした人々との交流に捧げており、原爆症の悪化により面会者絶となっても、訪問者を拒むことはなかったという。篠枝の死去と同年の1965年11月、NHK で耳鳴りある被爆者の20年と題し、篠枝の長い闘病の記録が放映された。 翌1966年、篠枝の一周期に捧げる作品として、正田篠枝公衆、猿スベりから耳鳴り囲碁が発刊され、編集には、篠枝と交流のあった作家人である栗原貞子、大原宮を、江原氏夫、小浦千穂子らが携わった。1968年には、月尾蘇子の尽力により、郷里である秋月に、 小田篠江三十万名号碑が混流され、その費用には、頑固の資材が投じられた。同年、前述の童話、ピカッコちゃんを含め、篠江田が生前に表した、ちゃんちゃこばあちゃんなど、全7編の童話を収録した、童話集、ピカッコちゃんが、栗原貞子と、小浦千穂子の編により、太平出版社から刊行された。ちゃんちゃこばあちゃんは、かつて、篠江田が、 その構想を別の作家に話したことで、その作家の方が別タイトルでほぼ同じ内容の作品を、篠のより先に発表し、当時の新聞記事上で盗作かアイディアの借用かと騒動になったことがあり、篠枝が自作の動画を出版したいと熱望していたことで観光に至った。この収録作品のうち、ちゃんちゃ小ばあちゃん、おがんは、篠枝の代表作に数えられている。 1983年には、月尾菅賀子により、三芸の復刻版が刊行された。1991年、前述の広島文学資料保全の会により、正田氏の絵文学資料展女一人、三芸を生きてが開催され、短期の開催にもかかわらず、約2500人の来場者を得た。この際、三芸を読みたいとの希望が何件か寄せられたが、 前述の月尾菅子による復刻版の三毛すら寄稿本となっていたことから、1995年、同会により三毛、原爆歌人、正田篠のの愛と孤独が刊行された。これには三毛の原本が収録されているが、金遣いや漢字が原本のままであり、この例は他には見られない。2011年には広島市内で国母一市の保管していた。 三毛の原本が発見された。広島市立中央図書館や広島兵は記念資料館すら所蔵していなかった三毛は貴重な発見であり、同年11月、市立中央図書館での企画展で展示された。また2016年7月には北広島町の寺院で保管されていた三毛が広島市に寄贈された。 原爆犠牲国民学校教師と子供の石文1971年原爆死没者慰霊碑原爆犠牲国民学校教師と子供の碑が混流され名文として死の枝の歌太き骨は先生なら嘘のそばに小先頭の骨集まれるが刻まれたこの歌は三下から採取された歌とされるが初出とされる前述の不死鳥には 大き骨はあまたの骨とあることから、太き骨ではなく、大き骨が正しいとの指摘や、頭はあまたの五色とする意見もある。前述の月を巣が子も、大き骨との篠の枝の自筆があることを根拠として、太き骨を五色と断定している。さらに、碑文の原文は、篠の枝の色紙であり、この色紙は、大き骨の第二何者かが、意図的に点を書き加えて、 太とと改めたと指摘し、大気が正しいとして、気分の訂正を強く求める声もあるが、石文みの混流が本人の没後のため、審議は不明である。なお、三毛では、大き骨、小先頭、耳鳴りでは、太き骨、小先頭、三星道による、中学校の教科書、現代の国語、第二巻では、太き骨。 小崎島とあり、篠枝のまたいとこである学習院大学高等科の英語教諭、正田義明が篠枝にあって産業を英訳した際は、ビッグボンアーズ、リトルスカルズと訳している。こうしたことが論議を呼び、この石踏みが有名になるきっかけにもなった。1997年には、何者かが無断で非文の、太しの点の部分を削って、台にするという事件が起きている。 篠いだの短歌の特徴は、スピードと迫力によるものが大きい。広島県歌人協会の愛原由美は、不安定な構図やブレをあえて辞さず、スピードと迫力を狙う。生産な体験をどう表現するかという問いかけの中から意図的に選び取られたと分析しており、漫画で育った若い世代にも通じる、植物的描写、映像感覚。 被爆体験を伝える上で重要な作品となると予測している。鋭い感受性と優しい,いたわや傘により、目に触れるものや心に浮かぶものがたちまちにして、歌となるとも評価されている。自身の体験を歌った短歌が多い中、その多くは、後々の強くや十回、過去の出来事として歌われることがほとんどである中、原爆を歌った篠のの短歌は、数十年を経ても優れた。 現在性と衝撃力を保ち続けており、歌人の道浦元子はこれを原爆投下という歴史的事実を死刑の中に刻み込もうとした死の枝の情熱と意志によるものと見ている。規制の整った短歌と比較するとかなり異なっている歌、従来の短歌の形式にとらわれずに作品として整っていない素材そのものの歌も見受けられるが、そうした形式が帰って、 悲惨気はあまりない原爆の真の様相を描き出しており、読者の胸を打つとの意見や、訴えなければならない思いが溢れており、迫ってくるような迫力を持つとの評価もある。不死鳥の原爆単価掲載時は、杉浦水子は序文において、以下のように絶賛した。私はこの歌を読むのに、目が行く旅が曇った。すり泣いて、これまで原子爆弾の実況はいくの三分で読んだ。 しかしこの歌ほど、私を泣かせるほどの力はなかったのである。思うにこの歌は、いかなる名文もなしのは、ざるせを持つた短歌文学と言えよう。ここに至って、私はこの作者の偉業を三減るとともに短歌そのものが、時に三文を凌駕する偉大な文学であるという、ことをさえ認識するものである。しかして、この歌は、日本短歌史において、古今絶無の作品である。 ポリバ 1995P123 より引用この、スイコの賞賛に対して、前述の月尾菅子は、弟子の作品など、滅多に褒めない、スイコ先生が、ご自分の歌よりも先に掲げての絶賛は、空前絶後のことであったと述べている。一方で、前述のように短歌としての整いのない形式から、篠枝のもう一人の詩である歌人、山積守には、これは、 単価ではないと告評されている。ただし、山澄のこの意見は、残酷なモチーフを記録的に読むものではなく、ものの内容をもっと読むものと言いたかったとする解釈もあり、篠枝の作品が未熟であったことから遂行が必要であったという見方や、原爆という素材が残酷だったために単価にそぐわないと判断したという見方もあるが、当の山澄は1960年に没しており、 真意は定かではない。後の耳鳴りの時中によれば、山隅は後に、しの枝のもを訪れて、国標の剣を詫びたとあるが、これは、三家が予想外の評価を得たことへの反省もあると見られている。歌集、三家は、発行当時は百五十部存在していたものの、後の平成期にはに、三冊が現存するのみとなり、原爆に関する文献の中でも、随一の寄稿本と言われる。 杉浦は、同書の序文で、以下のように評価している。原子爆弾の惨事という、つまり、人類が地球上に生まれて、以来初めての事件、そうしたものは三文によっても、よほどの名文でないと、風通る不可能に終わるものです。まして、これを31文字の単価死刑をもって作られた、翔田さんの火災には全く敬意を惜しまない、私であります。近代科学がもたらした、 あの原子爆弾の猛威が世界全生物を一瞬にして未人滅亡に導く驚くべき出来事の前にこれほどの落ち着きをもって静止できた翔太さんの指摘経眼には驚くべきものがあります。思考してこの歌集こそ前例なくまた後世にもなかるべきものと私は信じます。ゆえにこの歌集こそ長い長い間の短歌史上に一点灯る灯火の光、それだと思うのであります。 フルーラホカ編1995、ピアニッシモ248から249より、引用、三下の扉の見返しの差し絵には、洋画家の吉岡一による原爆ドームのカットが用いられている。篠の枝は原爆ドームを原爆の象徴として最初に捉えたとして、その敬願を評価する声もある。また、三下は、その内容も、去ることながら、 篠枝が死刑覚悟で秘密出版したという言われから後に有名になり篠枝が評価されるきっかけとなった。観光時における篠枝の熱情にはプロレタリア文学の勃興期のようなエネルギーを感じさせるとの声もある。NHK のプロデューサーの桜井糸氏は死刑覚悟で出版されたことから原爆の実装を記録志向性に伝えようとする意欲が前編にみなぎっていると評している。 ただし、先に発表された、不死鳥は、GHQ の検閲済みのため、翔田が死刑覚悟と語ることに疑義を挟む意見もある。小浦千穂子は、三毛は観光の過程よりも作品そのもので、評価されるべきとも意見している。三毛に再録された、不死鳥掲載時の短歌は、当時の荒削りな原作に技巧を加え、かなりの改作が施されている。これは、 歌集という公的な発表形式を取る上で、より文学的な表現を取るよう心がけたとも見られるが、改作によりかえって、不視聴の生々しい必ず、ハサマ感が薄れているとの意見もある。旅館経営時に発表された短歌については、慣れない、客商売は容易ではなかったと見られ、旅館の使用人や客たちとの人間関係や、経済的な苦労が歌に現れている。 被爆地での客商売だけあり、被爆者の生活の様相もリアルに歌われている。耳鳴りは原爆の悲惨さ、それを乗り越えて生きる人々の姿が、けなげに描かれており、広島の被爆者たちの記録とも言える作品である。前述のように、三下出版をめぐる経緯についても記されており、貴重な一冊である。幻の作品とも言える三下は、本作により、 一般の読者に読まれ、被爆者の惨状を生々しく伝えた歌は読者に衝撃を与えることとなった。横浜市の詩人である、野木京子も、中国新聞史上で忘れられない書物として高く評価している。また、耳鳴りには前述の通り、三下の短歌が再録されているが、同書では、この区切りに空白を挟む若地下記の表現に改められており、陰律のリズムが崩れ、 意味的にもかなり変化を招く恐れもあるとの意見もある。これについて、月尾須賀子は、同書発行時は、篠枝の原爆症がかなり進行しており、頻繁に呼吸困難となっていたため、苦しい息を一息一息つくように書いていたことから、若ち書きを篠枝の息そのものと語っている。耳鳴りに収録された、ピカッコちゃんなどの童話は、原爆による人間と自然の死滅を通じ、 命の平和と尊さ、命を育む自然の豊かさ、美しさを、篠枝特有の優しさで描いた作品であり、大人の童話としても優れた作品として、栗原貞子や小浦千穂子により評価されている。また評論家の長岡広義は、篠枝の道場のような人柄と信仰心が現れた作品であり、生きとし生ける者の,の願いを幼い者へ伝える作品と語っている。 意向となった、死、罪人は、広島女子大学教授でもある詩人の大原、宮尾により、死期を予期してか、心の目が光っている。技術的にハイマ一つという表現も見られるが、魂にぐさっとくる悲痛な叫びがある。篠井田の詩の中では最高の作品と称賛された。三下観光の七年後、一般公募による短歌をもとに、原爆歌集、広島が発刊されたが、 その際には、生煮えの言葉や未熟な波長を持つ作品、つまり、短歌の技術上で問題をはらんでいる作品が、積極的に再録されている。戦者の一人である歌人、民族研究家の神田美紀夫は、戦者たちは、篠枝のようなスタイルが有効と知っており、技巧とは別の、生の声で歌った歌を残せたとして、篠枝のもたらした影響を評価している。ありがとうございます。